Hi everyone, I'm glad to see you, glad. ガールズバー？はい、飲み放題なんです。1セット2500円、でも女、タックスとかいろいろつくんでしょ。そうです、お一人様の1000円以上いただいてて、お一人様でプラスで1000円いただいてます。3500円。で、じゃあ最後、お会計の時サービスタックスで30%でやってます。じゃあ俺のこと連れてきたかったら5問出すから3問以上正解しなきゃダメ。何のですか？問題を出すから。さあ来てください。 あなた ボーイさんなんですか？あなたも参加権あるからね。これは問題ください。1問目、あそこの道玄坂はなんで道玄坂っていう名前なんだ？渋谷はもともと、っていうか、こう向こうが坂だから道玄坂。ん？何？やばい、全然わかんないわ。あの道玄坂はなんで道玄坂っていう名前なんだ？俺さっき知った。教えてほしい、学に。さっき知ったの。さっき知ったんだ。うん、書いてあったんだもん、ちゃんと。道玄坂の一番上のところに書いてあった。道玄坂の名前の由来。何かな、気になる。道玄さんっていう人がつけた坂の名前だから道玄坂です。それはちょっと正解とは認められない。だったとしても。道玄さんという人は何をしてたの、道玄坂で。道玄さんっていう人は何をしてたんでしょう。なんか見たことあるなんだっけな。道玄さんがつけたわけじゃないからちょっと不十分、今の正解にするには。渋谷でなんかやったからその人にちなんで。そう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 、何をしてたでしょう。渋谷に水を引っ張ってきた。とんでもない、逆に悪いことしてたんです。え、そうなの。うん、渋谷で、うん、草。渋谷はもともと谷で、こうなんか地域で争ってて、僕ない。さあ、道玄さんは何をした人でしょう。道玄さん、一騎打ちに勝った。戦に勝った。どんな人でしょう。戦の時代じゃねえな。違うんだ、江戸時代だから。火をめっちゃ渋谷に撒いた。何のため、もしそれが、それはそこまでちょっと分かんないんだけども。分かんない、そこまではそれをやったかどうかは分かんないけど、とにかく悪さしてたのは事実。悪さしてて有名になっちゃったから、その人、まあそういう悪いことをして有名になった。あの物を盗んだ。物を盗んだ。もう疲れた。ちょっとこれは保留にしておこう。1問目は。いや、むずいわ。2問目、今日11月11日が終戦となっている戦争の名前を答えよ。終戦となった戦争です。今日11月11日が。なんだろう。今日11月11日が終戦となった戦争。ポツダム戦争。じゃあその宣言でしょ。戦争っすか。うん。湾岸戦争。ファイナルアンサーでいいのそれ。湾岸戦争。それ合ってたら面白くない。ファイナルアンサーでいいの？湾岸戦争って。11月11日だったら日露戦争。はい、2つとも不正解。ガクないぞ俺ら。正解は第一次世界大戦でした。3問目。西郷隆盛の銅像が上野にあるが、その西郷隆盛の銅像が連れているその犬の名前を答えよ。うわ、なんだっけ。8個8個。あら、なんだっけな、あの前。そうだよ。あの、検索しないでね。してない。仕分けみたいなやつ。あの犬、なんて名前でしょう。あるんだよ。ボンちゃん。なんだろう。さあ、なんでしょう、名前は。あ、俺全然わかんない。絶対わかんないわ、俺。はい、正解はツンでした。ゴンではなくツン。では4問目、今から言う人誰か選んでちょうだい。志村けん、美空ひばり、西城秀樹、田中よし子。志村けん。志村けんね。はい、じゃあどうしようかな。
志村けんの本名はなんだ。秀樹みたいな名前じゃん。ルズバーです。本当なら3問全問不正解と言いたいところだが、1問目は正解にしていいかどうか微妙なので、ちょっと4問目に行きます。あら、どうやら本物が来たみたいだからいいや。いや、本物が来ちゃったじゃん、本物のお客さんが。もう偽物とかないから、お客さんに飲みに来てくれたらお客さん。まあどちらにしても正解しなきゃお客さんにならない。志村けんの本名は、正解は志村康則でした。ちなみにあそこの道玄坂というのは、道玄という人が山賊行為をしてたところです。だから悪いことしてたって言った。はい、3回間違えたので残念でした。はい、今回も無事3問不正解に持ち込みました。道玄坂の由来は先ほど私が知ったばかりですが、意外にちょっと近いところまで行かれてちょっとビビりましたが、ま、無事、3問不正解に持ち込みました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録の方もお願いいたします。フォーサイスローでした。I am Leo Forsythe. Thank you.